今日はですね、石丸伸二裁判に弱いという話をね、ちょっと都知事選前ということもあるので、改めてしておこうかなと思いまして、まあこれ、なんで改めてするのかっていうのは、すでに皆さんもね、ちょっと見てる方も多いかもしれませんけど、今日裁判の高裁の方で判決があって、まあ余裕で負けたっていうのがあったんですね。はい。で、これ裁判マジで弱いんですよ。これ、千代さんがライブでも話題にしましたし、僕も一回言ったことあると思うんですよ。もう石丸伸二って門田竜昇レベルだと。門田竜昇って派手に負けるじゃないですか、裁判で。で、なんかもうやるんだから勝てる要素ねえじゃん、お前みたいな。なのになんか本人はもう勝つ気満々みたいな感じで、で、しかも控訴するし、上告までするっていうんで、で、一瞬で蹴散らされると。で、これ小川栄太郎とかね、門田竜昇と同じレイヤー視座に石丸伸二っていうのはいるっていうのを絶対知っといてくださいねっていうのを、僕は今以前、忠告したと思うんです。石丸伸二、まあ、その東京の知事選でね、そう、100万票取るんじゃないか、150万票取るんじゃないか、みたいな話になってますけど、今これ石丸伸二を持ち上げてる人っていうのは、少なくとも、ものの善悪の判断がつかない人たちだっていうことは、僕言ってもよくてですね。で、お前は民意を馬鹿にするのかと、いう人いるかもしれませんけど、それはだって猪瀬直樹が450万票取ってね、小池百合子が360万票取る都道府県ですから、別にそんなね、多く票取ったら、なんかどうとかね。票をたくさん取ってるから別に善悪が判断できてるとかっていう話ではないんですよ。で、まあその石丸伸二っていうのが、だからそういう意味では週末にこれどんぐらい票を取るのかっていうのは結構重要なところで、これね、その東京都の善悪の判断っていうのが問われてるっていうことを、ちょっとやっぱり、そういう選挙でもあるんだっていうことを今日はちょっとお伝えしていきたいなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録、ぜひですね、よろしくお願いします。8万人目指してますので、ぐいっとね、押し上げていただきたいなと思います。忘れてる人いると思うんでね、ぜひお願いします。で、ちょっと早速本題に入っていきますが、石丸さんって裁判に弱くてですね、まあ、これは以前からおっしゃる通り、ポスターの裁判で完敗し、で、市議会議員との裁判でも完敗してるんですね。で、今日出たのはその市議会議員との裁判で、石丸伸二がその控訴したんだけど、まあ余裕で負けたっていうもので、で、このポスターの裁判もひどいんですけど、こっちの C の人の裁判っていうのは実はなんで大事なのかっていうと、石丸さんってなんで人気出てきたかって言ったら、居眠りポリスっていうのをやり始めたところで火がついたんです。つまり、議会で寝てる奴がいると、けしからんとかって言って、で、吊るし上げて、で、何回もお前は説明責任を果たせみたいな形で言っていって、で、なんか追い込んでいくっていうある種のショーをしてたんですよ。で、それと裁判何が関係あるのかっていうところなんですけど、なんかこれちょっと引用した方がいいんで引用しますけど、まあ、産経新聞のやつがちょっとわかりやすかったんで言うと、ですね、まあ、本会議中に男性市議が居眠りしていた、まあ、竹岡さんという方なんですけど、交流サイトに石丸伸二が投稿したと。令和2年9月にね。で、さらに10月に、この投稿をめぐって、山根氏ら複数の市議から敵に回すなら政策に反対するなどの恫喝を受けたと投稿したんです。で、山根さんは恫喝してませんよ、というふうに言ったんですね。それ恫喝してなかったんですね。はい。で、恫喝してなくて、で、山根さんに訴えられて、負けたんですよ。で、これ、さらに輪をかけてひどいのが、これ、市長としても、石丸伸二個人としても訴えられてるんですが、石丸伸二は、個人としてではない、市長としての活動だと、あらゆる発言はということで、まあ、石丸伸二の発言、個人の発言ではなくなって、石丸伸二秋田方市長としての発言というふうにしたことで、裁判に負けたんですけど、その賠償金を払うのは秋田方市の税金で払うということになったんですよ。最低でしょ。こんな迷惑系 YouTuber みたいな、なかなかいないですよ、本当に。で、何の根拠もなかったんですよ。恫喝受けたとかって言ってたのに。これ本当に門田竜昇レベルなんですよ。で、こんなのが今、持ち上げられてて、で、都知事選で、おーって言って、100万取るんじゃないか、150万取るんじゃないかって言ってるんですよ。まあ別に小池百合子がね、200万は堅いとかって言われてる世界なんで、その群雄割拠していることに対して、まあ僕はね、なんか特にないですけど、ただ、山根さんっていう人、この人も吊るし上げられてたんですけどね。まあその山根さんっていう人に裁判で完敗したと。だからその議員恫喝してたのに、議員をね、むしろ石丸伸二の方が、控えてた音声とか聞いたら、むしろ議員とかに対して高圧的に言ってるっていうことが、まあ、それは普段のね、言動からわかりますけど、だったっていうオチまであるんですよ。で、これ多分ね、またさらに上告とかしてもおかしくないんですけど、もう裁判で絶対勝てないです。はっきり言って。まあ、これでも、秋田方市長辞めてるんで、上告が多分しないのかもしれませんが、
まあ、これ控訴審ではもう全然、相手にされてないって感じですね。だから、結局、石丸さんは賠償金を払わないといけないんです。で、ちなみに、その居眠りポリスの件で言うと、竹岡さんって方は、結局、なんかね、脳梗塞だったかなんだったかで、こう、息かいて寝てるみたいな感じだったんで、なんかそういう病気の人をね、恫喝するっていう最低な人間だっていう烙印でしかなくなったんですよ、実は。その寝てた人を起こして、叩き起こして、全然働かない無能議員を叩きのめしたっていうストーリーに多分彼はしたかったんですけど、実際問題として起きたことは、病気の人をですね、叩き起こして、そうやって恫喝するっていう、まあ最低な人間だっていうことを明らかにしたっていうだけなんですよね。はい。で、竹岡さんって方はちなみにもう、お亡くなりになってしまってるんですよ。で、これは新潮の方でね、まあ、記事が、出てるんですけど、ちょっとそれ重要なので見ておきたいんですが、5月31日に出てた、まあ、記事の中でね、その敵対した議員に殺すぞのメッセージが送られるみたいな。で、秋田方市長、石丸新庄地元の評判っていうタイトル。の記事があるんですけど、まあ、その中で、こういう一節があるんですよ。秋田方市の市政関係者に評判を尋ねると、石丸氏の本質は政治家ではなく、単なる YouTuber みたいなもの。目立ちさえすればそれでいいのでしょうと。就任早々から喧嘩を吹っかけ、ほとんどの市議との間に埋められない溝ができてしまったため、市議会が合意形成の場として機能しなくなりました。で、人口約2万6千人の小さな秋田方市を大混乱に陥れた人間に、首都東京のトップが務まるはずがありませんと。いう話をしてるんです。で、まあ、それは本人の感想だろうと言われるかもしれないんで、ちょっとそれ飛んで、秋田方氏に起こった大混乱は他にあるっていうところが重要なんですけど、石丸氏の信者とも呼べるような熱狂的なファンが市議ら執拗に攻撃してきたのだと、去る市議は憤りながらこう語るということで、生前の竹岡さんは20年9月に居眠りを指摘された後、石丸氏から何度もその説明責任を問われ、22年6月に記者会見を開きましたと。すると頼んでもない商品が、着払いで頻繁に届くようになったり、留守電で、殺すぞというメッセージが残されたりするようになったようです。以降の竹岡さんは酒を飲んでも吐いてしまい、顔色も悪くなっていきましたというふうになっています。で、これをきっかけに秋田方市ではこういうことが起きたということで、ホームページから大半の市議の住所と電話番号を削除することにもなったと。では竹岡さんという方だけじゃなくて、もうほとんどの市議が同様の嫌がらせを受けるようになった。その着払いで送れるとか、留守電でね、メッセージ入れられるとかっていうので、家ガラスを死ぬほど全国から受けるようになってっていうことで、もう情報開示できなくなったっていう異様なことが起きたわけですよ。あ、で、石丸伸二本人は支持者にほったらかしにしてたって言ってもいいわけですよ。で、これね、誰が聞いてるかって言ったら、もちろんその NHK から5組を守ると、と同じで、八大さんがまさによくおっしゃってますけど、まあそういうね、犬笛に踊らされた N 国信者と呼ばれる人たちが着払いでね、こう物を送ったり、あと、パンフレットを送ったりとかっていうので、その業者にも迷惑だし、送られた人には当然迷惑がかかるっていうことを、まあ、やるっていう構図なんです。で、もちろん本人自体は別に指揮命令してるわけじゃないんで、止まらないと。し、本人が何か責任を問われることはないっていう、まあ、同じような構図なんですよ。まあ、これインターネット時代の現象というか、インターネット特有の現象というか、うん、これ僕、前も言いましたけど、その、イスラム国とか、タリバンとか、アルカイダとかね、ああいう、テロ組織っていうのは、なんでなくならないのかっていう話をしたことがあるんですけど、それなんでかというと、僕らが旧来のピラミッド型の官僚組織モデルで何かテロ組織があるっていうふうに考えてしまってるからなんですね。で、これネットワーク型組織っていうふうに、まあ僕はよく言うんですけど、なんか指揮命令系統があるわけじゃないんですよ。その官僚組織的な。だからそのトップと言われる人を、例えば米軍が、ヒットられたり、まあその場合によっては殺害するみたいなことあるんですけど、そうやって制圧しても、次々新しいのが生まれてくるんですよ。うん。で、これ無限に続いて、で、アメリカ軍が疲弊して、結局ね、イラクでも泥沼になったしっていうことが起きていった。テロとの戦いに敗れたっていうのが、ここ20年のテロとの戦いと呼ばれる現象のまあ秘訣なわけですけど、これインターネット特有の現象で、だからその、イスラム国って、しかもなんて言うんでしょう。全然関係ない人がやった悪事とかも、俺らがやりましたとかって言うんですよ。で、悪名を轟かせるっていうのがなんかもう、自分たちのね、アイデンティティみたいになってるんですけど、まあ、そこまではいかないにせよ、その、自分自身の何かこう、使命系統をしっかり確立することなくして、インターネットの、例えば発信力とか、インターネットのその、ね、構造っていうのをうまく使うことで、これまでにはないような、
形での、まあ、現象というのを引き起こすことが可能になっているということですね。これはインターネットがなければ正直できなかったことですよ。だってインターネットなかったら明確に指揮命令しないと、その、ね、何か悪事をなすとかっていうのはできなかったわけですよね。でもこういうインターネット時代の、まあまあ、組織とは言えない形でなされるものに対して、例えば組織的不法行為、組織的違法行為だっていうふうに認定するというのは極めて難しいわけですね。で、これでも石丸伸二さんが発信してなかったら起きてなかったことですよ。で、石丸伸二さんはそれを止めようともしないと。これはだから、N 国のタッチと同じで、別に知財産に対する嫌がらせをやめなさいっていうふうに、特に、その精力的に努力してるたわけではないじゃないですか。同じですよ。で、今 N 国ってね、まさにそのポスターでアホみたいなやついっぱい貼って、やばいことになってるじゃないですか。あれと水準として同じレベルが石丸伸二だっていうことをね、やっぱり知っとかないといけないですよ。うまくいった N 国ですよね、石丸伸二。維新もそうですけど、うまくいった N 国なんですよ。まあ、N 国も十分ね、国政制度になってるんで、うまくいってると言えばそれまでなんですが、うまくいったっていうところなんですが、これ、ね、おおよそその、まともな社会人ではないっていうことは、やっぱり強調しとかないといけないですよね。で、もう一個のね、そのポスター代についてもそうですけど、ポスター代払えって言われて、なんか公的なその支援で、出る費用以上のお金を払わないみたいなことを言い出して 石丸伸二踏み倒そうとしたんですよね。そのポスター代を。で、当然のように裁判に負けて、高裁でも負けたんですよ。何してんのって感じでしょ？ポスター代払いなさい。嫌です。裁判します。負けました。以上なんですよ。そうでしょ？ こんな人が、その行政の長になってたっていうのもすごいですけど、東京都知事選に繰り出してるっていうのがもう本当に恐ろしいことなんですよ。で、拍手喝采を浴びて、100万人とかっていう人たちに信任を得ようとしてるんじゃないかっていうことですよね。はい。恐ろしいことなんですよ。なんか、今の時代は突破力が重要だとかね、こう突破していく姿が重要なんだとかって言って、YouTube とかでアホみたいにもてはやしてきたわけですけど、はっきり言って迷惑系 YouTuber とそんな変わんないですからね、やってることは。石丸伸二っていうのは、だからその、善悪の判断を問うリトマス紙になってますよっていうことで、まあ、ちょっとね、ぜひ皆さん、その点で東京都知事選の開票っていうのは見届けてほしいなと思いますね。はい。まあ、この選挙の直前で裁判結果が出てきたっていうのは、まあまあ、不幸中の幸いだとは思います。大きく結構報じられてるんで。一審とかの時ね、別に石丸伸二、YouTube ではバズってますけど、YouTube でそういうネタ出てこないし、かつ、ね、僕ぐらいしか最初多分、結構石丸伸二やばいみたいなこと言ってる動画ってあんまなかったと思うんですよ。そのそこそこ再生されるもので言うと、もうほとんど石丸伸二最高みたいな、そっちの方が再生されるんで、そっちのばっかりだったと思うんですけど、はい。っていうことですね。はい。ポスター裁判の方も、まあ、興味あれば見てもらえればと思いますが、全然もう何やってんのこいつみたいなレベルですよ。今、最高裁まで持って行って嫌がらせしてるんですけど、この裁判に勝てる要素なんか1ミリもないです。うん。で、なんかね、もう答えることになんか、すべて計算、道理だみたいなこと言うんですよ。ね、白井さんも言ってましたけど。はい。タッチも同じで、もう、いつも計算通りって言うんですけど、全然計算通り言ってないんですよ。っていうことで、まあまあ、石丸伸二さんの話はそれぐらいです。で、ちょっと後半ね、これ、別撮りでもいいかなと思ったんですけど、もう、ちょっとなんで、この話少しだけしときたいなと思うんですけど、全然違う話なんですけど、ちょっとこれ、一回見てもらいたいなと思います。ただ、その誤解を与えるようなこの質問の構成なんですが、私やですね、妻がですね、この認可、あるいはこの国有地払い下げに、もちろん事務所も含めて一切これは関わってないということは、明確にさせていただきたいと思います。もし関わっていたんであればですね、これはもう私は総理大臣を辞めるということでありますから、それははっきりと申し上げたいと、このように思います。これ、2017年ね、2月17日に安倍当時総理大臣が行った国会での有名な、まあ、一シーンで、もう誰でも知ってるようなレベルだと思うんですけど、その後何回も引用されるようになったし、ひいては公文書の改ざんの問題にも関わった答弁ではないかと言われています。で、いわゆる安倍信者と呼ばれる人たちは、安倍さんもね、昭恵さんも何も関係がなかったんだとかね、公文書の改ざんは安倍さんと無関係だみたいなこと言ってるノータリンがいっぱいいたじゃないですか。で、それについての答え合わせがついにできて、当初から共産党とかが主張してた通りだったということが裏付けられたんですよ。はい。これ、朝日新聞のやつね、ぜひ読んでください。有料のやつかなと思うんですけど、まあ僕ちょっと紙面でしか読んでないんですけど、安倍昭恵さんがですね、朝日新聞単独インタビューで応じてるんですよ。で、安倍昭恵さんはね、国有地の払い下げに、関わったって言っちゃったんですよ。
一回結論から言えば。だからさっきの冒頭の私が妻の関与していれば、議員も、国会議員も総理も辞めるって言ってたのは、虚偽答弁だったんです。はい。これ7年の時を経て安倍昭恵さん、ついうっかり認めてしまったんですね。はい。ちょっとその話をね、していこうかなと思います。で、どういう内容だったかっていうと、まあ、その前半部分はね、統一教会の話というか、安倍さんがお亡くなりになった時のこう、安倍昭恵さんのショックの感覚というか、病院に行くまでのこう足取りとかを紹介したりとか、まあまあしてるんですけど、まあそこは、安倍昭恵さんが好きな人が、ああそうなんだっていう感じで読むんだと思うんですけど、やっぱり興味深いのは俺後半なんですよ。ちょっと抜粋して紹介するとですね、その森友学園の話のところで、まあ、サブタイトルのところでね、夫人の立場を甘く見ていたということが書いてあるんですけど、まあ、結論から言えば、安倍昭恵さんは何か別に便宜を図ろうと積極的に動いたわけではないけど、自分の発言のもとで、森友学園の国有地の不当な払い下げと言われる、まあ、激安での払い下げっていうのが起きたっていうことを認めてるっていうオチなんですね。で、ちょっと見ていくと、学校法人森友学園が小学校建設を計画し、昭恵氏は一時名誉校長となったと。そのため財務省が忖度し、国有地を値引きして売却したのではないかとの疑惑が、まあ、国会で起きてましたという、まずは朝日新聞が紹介をしつつ、昭恵氏は素読をやっていたんですと説明をまず始めたと、インタビューで。で、儒教の経典とかをなんか声に出して読む会に加わってたらしくて。で、知人からそういうことやってる幼稚園があるんですよと。園児に教育直後などの暗唱させているところがあるんですよということで森友学園と出会ったと。で、籠池さんからいい土地が見つかったと言われ、学校の建設用地の、いわゆる森友学園が今あるところに、こう誘われてね、見に行ったらしいんですよ。で、その時にでも昭恵さんは何も関わってないし、一言も財務省にお願いしたことはないと言うんです。で、ここだけだったら別に目新しさないじゃないですか。昭恵さん関係なかったんだねって思うだけだと思うんですけど、この後が重要で、有名な話として、いい土地ですから前に進めてくださいと、昭恵さんに言われたって籠池さんは言ってるんです。昭恵さんに言われたと、まあ、財務省の近畿財務局に伝えて、それで話が急に進んだと、神風が吹いたっていう話をしてるんですね、籠池さんは。で、昭恵さんはこれ実際どう思ってるのかっていう時に、いい土地ですねと言ったら進めてくださいと受け取ったんだと思います。名誉校長もなりたいと言ったわけじゃないと答えたということで、その直時的に、進めてくださいとかね、なりたいと言ったわけじゃないけど、そういうふうに自分が来たことで話が動いたということを認めてるんですよ、まず。で、その後に、いい学校ができればと思っていたので、利用されたと思ったことはありませんと述べる一方で、首相夫人という立場を甘く見ていた。私の一言にそんな影響力があるとは分かりませんでしたって言ったんですよ。これ、超ボロぐらいですか。あれですよ。全く関係ないって言ってたんですよ。でも、もう一回言いますね。安倍昭恵さんこう言ってるんですよ。首相夫人という立場を甘く見ていた。私の一言にそんな影響力があるとは分かりませんでしたって。自分が財務省の国有地払い下げに関わったって、ね、影響したって認めてるじゃないですか。認めてるじゃないですか。いい土地ですねって、自分で言ったって言ってるんですよ。進めてくださいは言ったとは言ってないけど、いい土地ですね。言ったらもう、あれよあれよと話が進んでいったっていう自己認識あるんですよ。だ全く関係ないってどう考えても嘘ですよ。公文書改ざんに発展した理由って、結局はなんかいろんなこと言ってましたけど、なんか安倍信者みたいな人たちが。これ、自分の影響力で国有地払い下げの騒動が進んだっていう、安倍昭恵さん自身の発言をもとにすれば、共産党とかが言ってたことっていうのは、正しかったってことですよね。で、それによって公文書改ざんに従事させられた職員の方が、お亡くなりになるということまで起きたっていう、この事実は結構大きくですね。だから自分たち一切関係ないって安倍晋三さん言ってたのは少なくとも、まあまあ虚偽でしたねっていうことに結論付けて良いんではないかなと思います。まあ一旦今日の話はこちらで終わりにしたいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。あとメルマガ明日配信するので、ちょっと登録ぜひしてもらえたらなと思いますけど、今週は特殊政令、借金チャラというのが昔あったと思うんですけど、あれどういうメカニズムでなされたのかっていう紹介をする文献の紹介をそういう文献の紹介をしようと思ってます。よろしくお願いします。